どうも清少納言です。今回は、セフィロスの、シタビーの先行の解説をします。見ての通りカウンター技です。他のカウンターと異なるのが、敵の攻撃を、カウンターしてもしなくても、攻撃が発生します。前方方向のハニカムシールドのみ、カウンター可能なので、真上、真下や背後の攻撃には、無防備になります。そして、セフィロスの先行には、前方方向のみのカウンターキャラと、大きな違いがあります。なんと、このカウンター反転が可能なんです。すごいんだ。空打も可能なので、復帰阻止にはかなり強気にいけるのが特徴です。リドリーやフォックスなどの単発系のウェリーには非常に効果的です。先行はカウンターする攻撃によって判定が変わります。攻撃持続も恐ろしく長く、なんと 16F もあります。マルキナの空中ウェリーは 1F から 5F に無敵がありますが、脅威の持続、判定があるので当たります。カムイやジョーカーに負けずに劣らずの判定で、無敵付与が多いウェリーには強く、出れるのはありがたいですね。なんなら、崖付近の盤上の横 B にも当たります。あと異常なこと飛びます。32% からやられたんですが、ここからはデメリットや対策などを紹介。まずは全体 F はかなり長いです。自動で攻撃を出す分長く、その全体 F は 86F、外すとスマッシュホールドが可能なくらいは長いです。全体 F がかなり短い格闘技などと比べると一目瞭然、そして体重も軽いのも合わさり、1回の先行で命取りになる時も、背面には攻撃判定がないので、先行を見てから回り込んでスマッシュも当たるほど。目の前でガードを固められても、大体瀕死になります。そして先行は飛び道具判定なので反射可能です。特に反射成立時の先行は反射されたらとんでもないことになります。カズヤに反射されると 0% から死にます。村人の NB でも反射されるので、ここぞという時以外はハニワに先行を使うの早めましょう。あと 25% 以上を超えると障壁が壊れます。ですが、OP 総裁次第でカウンター可能です。ここでお役立ち情報、ガードやジャスガで OP 総裁を貯めてカウンターすることが可能、チャージ系飛び道具に有効です。それから壁付近でカウンターをすると壁に突っかかります。小ネタです。ベレトスのフェイルノートをカウンターするとかっこいいです。というわけで激強カウンター先行をたっぷり使っていきましょう。グルールが相手だ。空のファイバなどの単発飛び道具にはかなり崖上がりからの暴れなどにも使える。判定も広いのでストックに余裕があるならガンガン使いましょう。とにかく崖の展開が良いセフィロスにとって追い風のような性能で、たとえ撃墜まで至らない場合でもその後の復帰阻止もあるので、キャラによっては不意の状況になります。反転を利用することで普段カウンターできない位置からカウンターしてくるのがセフィロスの特権ですね。カウンターにビビり、ウェリーにディレイをかけると先行の自動攻撃で吹っ飛ばされて撃墜されます。多段攻撃なので若干受け身を取りにくいのも合わさり、崖のカウンターだけで終わる試合も。随時の横 B は復帰時に当てるとほぼペーパーでも瀕死になる上、暴発を引かれてもしょう。